チャプレンあるいはチャップレンは、教会、寺院に属さずに、施設や組織で働く聖職者。語源的には、それらの施設に設置されたチャペルで働く聖職者を意味するが、実際には、必ずしもチャペルが存在するとは限らない。アメリカ軍では、宗教にかかわらず、ラビ、イマーム、僧侶など、従軍する、あらゆる聖職者を意味する。多くの病院、養護施設、 介護施設、ホスピスにおいては、患者、家族、スタッフの精神的、宗教的、スピリチュアルなニーズを支援するチャプレンを雇用している。老人ホーム、介護付き住居などでもチャプレンが採用されている。チャプレンは、どのような信仰を持つ人でもケアを提供する。米国において、医療チャプレンは、などから最低4単位の教育を受け、などから認定を受けたものを指す。 その認定においては、進学の修士号相当、進行グループの運営経験、進行グループからの認証、臨床パストラル教育の4単位、これらを取得しなければならない。カナダでは、医療チャプレンは、カナダスピリチュアルケア協会により認証される。イギリスでは、医療チャプレンはその地区の NHS トラスト、もしくはホスピス運営者によって雇用されている。 その大部分は、パートタイム雇用であり、地元の教会や、別のチャプレン職場と兼業である。イングランドとウェールズでは、医療チャプレンカレッジが、職能団体である。他では、スコットランド医療チャプレン協会、北アイルランド医療チャプレン協会が存在する。加入は、義務ではないが、労働組合に加盟できるなどの利点がある。チャプレンは、 状況の最前線に出ることもあることから、戦死、殉職する場合もある。アメリカ同時多発テロ事件においては、世界貿易センタービルに出場していた、ニューヨーク市消防局の消防神父である、フランシスコ海士マイカル・ジャッジ氏が殉職した。野尻学ぶそう。 チャプレンが同行するキャンプの例 http://www.acpe.eduacpe.eduhat.home 2017年4月1日閲覧 abhttp://www.certifiedchaplains.org.hatab cpsp パストラルレポート。Report, 2017年4月1日閲覧。 h t t p w w w a c p e e d u a c p e e d u h t t p w w w p r o f e s i o n a l c h a p l a i n s o r g p r o f e s i o n a l c h a p l a i n s o r g h a t メインページ 2017年4月1日閲覧。ourmission.2017 年4月1日閲覧。h t t p w w w s p i r i t u a l k a r e a s s o c i a t i o n o r g h a t w e b サイト e disabled.2017 年4月1日閲覧。saintmicaljudge. h e ありがとうございます。